眼科医の平松です。今日は白内障手術ってすごいいい手術だってよくねネットとか YouTube とかいろんなところに書いてあるけれども、まあ、そんなに軽い気持ちで受けるもんじゃないよっていうことについてお話しようと思います。今日のお話を聞いていただけると、まあ、なんか白内障って言われたからまあいっか、あの医者が言うんだからと思って受けちゃう場合、まあ、ちょっと考えるきっかけになると思うんで、まあ、最後まで聞いていただければと思います。白内障手術っていうと、まあ、大体ね10分20分。まあ場合によっては30分ぐらいかかることもありますけど、まあで終わって、日帰り手術。まあ入院することもありますけど、まあ、日帰りっていうことで、なんかこう、簡単な手術の代表っていうふうに思われがちです。ただし、白内障手術ってあんまり簡単なわけではないんですよ。え？そんなことないでしょう。もうネットとかでも他の先生簡単だって言ってるよ。ね、ささっと受けなよって言ってるよって思うかもしれないけれども、ね、簡単じゃないよってなかなか本当はね、言いづらいんですよ。僕気にしないでここで言っちゃってますけど、いや、簡単じゃないんですよってもし言うと、いや、それお前が下手なだけだろとかって、まあ、言われがちなので、嫌じゃないですか、そんな風に言われたら。だから、いやいや、白内障手術は、一般的で全然受けられますよって、ついつい言いたくなる。うん。し、まあ、例えば、費用をかけて、まあ、広告打ってるところとか、ホームページ作ってるところっていうのは、まあ、ね、患者さんが来て、手術をして、それで病院が潤ってるってところもたくさんあるわけなので、まあ、そうすると、手術受けましょう、受けましょうに、まあ、やっぱ、なりますよね。っていう傾向が、まあ、どうしてもありますと。ただ、白内障手術って冷静に考えると、確かにやる時間は短い。日帰り。ただ、それと、難しくないっていうのは、イコールではないわけなんですよ。つまり、短い時間だけど大変ってこともあるんです。なぜそんなこと言うかっていうと、普通ね、お腹の手術とか、まあ、肺の手術だとか、手の手術とか、脳の手術っていう場合に、一人前になるのに、300件とか1000件とかの手術をやって、やっと一人前みたいのって、まあ、あんまないんですよ。だってお腹の手術を1000件やろうとしたら、まあ場合によっては一生ぐらいかかっちゃうわけですよね。ってなると一人前になった頃その人は引退する方になっちゃうわけで、まあまあ難しいですよね。白内障手術って10分20分だからこそ1000件とか一人でやっても、まあ、別に年間1000件やっても普通って感じになるわけですよ。でその1000件というのも最初の10件目ぐらいでもうやっと上手くなるっていうよりはもう本当にそうですね、一人で安心してやれるっていうのが、まあ、最低300件ぐらい手術して、1000件ぐらいやって、まあ、ちょっと安定してきたかな、みたいな、そんなイメージの手術なんですよ。そんな手術他にないんですよね。1000件やってやっとっていう一人前みたいなね。つまり、結構、まあ、それなりに技術的になかなか難しい手術ではあるんです。ただ、数が多いから、難しいんだけど、みんながある程度熟練している。結果として、まあ、そんなにトラブルが起きることは少ないですよっていうのが基本的に言えることなんですよ。ただ、逆に言うと数も多い手術だから、トラブルになる人も結果として数は増える。うん、わかるかな。確率で言うと 0.1% で起きることも、1000件やってれば年間10人起きるわけなんですよ。つまり、数が多いがゆえに、なんとなく不調になったりとか、なんとなく調子が悪いっていう風になりがちであるっていうところがあります。ただし、慣れた医者だとか、まあ、きちんとしたところでやると、まあ、その確率はより減りますよ。減るけれども、うちで手術をすれば 100% 問題ないです、みたいに言ってるところの方がむしろ怪しい。だって 100% はありえないですね。もし本当にあったとしたら、その技術を世界に公表して、そこだけが唯一だと思うので、100% 何の不調も感じない手術法として、世界にぜひ発表していただければと思うんですけど、まあ、言い方変えるとそれだけないんですよ、うん。っていうような手術ではあるんです。一方で患者さん側としては、簡単に終わるし、日帰りだから簡単だと思われがちであって、ちょっとしたトラブルが起きると、なんでこんなことになっちゃったんだろうって、思いがちなんですよね。白内障手術自体、さっき言ったように数を相当こなしてやっと安定する。つまり、ちょっと不安定な部分って多少なりともあるんですよ。もちろん、確率は低いですよ。確率は低いけど。
でも患者さんそのもの、あなたにとってみれば1000人に1人、1万人に1人のことが起きたとしても、あなたにとっては 100% なんですよね。そうしたとき、みんなこう思うんですよ。これはそもそも手術が下手だった、手術が失敗したんじゃないかなって思っちゃいがちなんですよね。でもそんなことがなくても1000人に1人、1万人に1人のことが起きちゃうことは、まああるわけですよ。まあ例えば感染症が起きて、元の視力が 0.9 とかだったのに、手術をしてからもう 0.1 も見えなくなっちゃうってことだって、まあそれはね、1万分の1以下の確率だけど、やっぱあるわけですね。その手術がうまくったって、そういうことが起きるわけなんですよ。っていうのが、ちょっと頭から抜けがちであること。そして、元の視力がいいと、ちょっとした不調を感じやすいっていうのが、白内障の手術の問題点です。これどういうことかっていうと、もしあなたがね、元々の視力が 0.2、メガネかけても 0.2 で、とっても目が悪くて、その目が 1.0 になったとします。すごく見やすくなりました。でも、ちょっと考えてみると、前より少し目が乾く感じがして、ゴロゴロして、ちょっと目薬をする回数が、今までだと毎日することもなかったけど、毎日してみたり、調子悪い時ちょっと目薬することが増えたなぁと思う。けど、0.2 が 1.0 になったんだから、まあいいかと思えるわけですよ。でももしあなたが元の視力がほとんど悪くない、もう 1.0 に近い 0.9 かどうか、で手術をして 1.0 になった。確かに、さっきの 0.2 と人と結果は一緒ですよ。結果は一緒なんだけれども、満足度はすごい低いじゃないですか。 0.1 しか視力上がってないわけですよ。にもかかわらずゴロゴロしたり、なんかこう今まで目薬なんてほとんど使わなかったのに、たまに乾燥して目薬を使わなきゃいけなくなったとしたら、 0.1 視力がアップしたメリットと、目が乾く気がして目薬をしなきゃいけなくなったデメリットを比較して、デメリットの方が大きいな感じちゃう人がいるわけなんですよ。ここがちょっと難しいところで、本当にね、進みすぎてしまうとそれはそれで手術が難しくなるってデメリットはあるんですよ。なので、まあそれそれであるんですけども、非常にこう元の視力がいい場合、やっても結果は一緒でも満足感が非常に低く、ちょっとした不調をすごく大きく感じやすい。という特徴があるので、まあ、そういう意味で、まあ、手術もあんまり、なんていうかな、安易にはやらない方がいいかなと思います。じゃあ、怖い手術なのかっていうとね、もう本当に逆のことを言うようで申し訳ないんだけど、すごく手術の中では、まあ、結果も良くなりやすいし、トータルで言うと満足感は高い手術ですよ。緑内障手術なんてやって、どうにか進行を食い止めるぐらいで、やって、あ、見やすくなりましたなんて人もいないわけですよ。網膜剥離だって手術をして、ああ、失明が防げたけど、でも元よりはちょっと見づらいななんてことがザラにあるわけですよ。でも、白内障手術は基本的に元よりは見やすくなるわけで、そういう意味で満足感が高いけど、なんていうかな、結果がいいのが当たり前になりすぎて、なんとなく不満を感じやすいという傾向があるので、元の視力がいい人はちょっと気をつけていただいて、簡単な手術かっていうと、実際はそうでもないと、なかなかね、一般的にはそういうこと言いたがらないですけど、現実ですよ。じゃああなたは、手術1件目2件目から普通に全部できましたかっていうと、そんな医者ほとんどいないと思いますよ。まあ、大抵、まあ早くても100件とか、まあ2、300件やって、まあ安定してきたかなと。時間も今やってる手術時間と同程度になるには1000件とか。やっぱりやったんじゃないですか。言い方変えるとその1000件の間は、安定しない中手術をしてたはずなんですよ。っていうのが、まあ、ちょっと白内障の非常に特殊で、1000もやらないと安定しない手術ってまあほんとんど効かないですよ、他の分野で。なので、まあ、それだけある程度なんとか進化してるけれども、技術も必要な手術であるってことは理解していただく。かつ白内障手術って緑内障がある人の白内障手術、網膜色素変性症がある人の白内障手術、何々がある人の白内障手術って、
さらにバリエーションと注意が必要なんですよ。まあ、気にせず全部普通にやっちゃう人もいますけど、やっぱりそれも気にするべきだと思いますし、まあ、そういう意味で、まあ、きちんと選んで、まあ、手術はお受けになっていただけるといいかなって思います。だから、安易には受けないでほしいけど、かといって怖がらないでほしい。まあ、世の中こういうもんなんで、申し訳ないけど、ちょっとでも伝えればなと思います。今日の動画が参考になった場合は、ぜひコメント欄に感想とか、あとはチャンネル登録とかもしていただければと思います。よろしくお願いします。